my Atelier Ryza 100% playthrough. Today we'll be just carrying on with the story. This one, it's gonna get pretty explosive soon, so let's carry on. So we gotta go back to the Razin District. ライザ、ちょっと。お母さん、何？今忙しいんだけど。お前が付き合ってるアンペルだっけ？その錬金術師は大丈夫なのかい？大丈夫って何が？なんだかみんなが噂してるよ。竜を暴れさせてるとか、魚を消してるとか。お母さんまでそんな噂を？お前があちこち出歩いてることは知ってるけど、まさかそんなことに加担なんかしてないだろうね。お母さん、なんでアンペルさんが悪いことしてるって決めつけて話してんのよ。そりゃ誰だって怪しく思うだろう。わけのわからないまじないで物を作るような連中は。だから錬金術は。こんにちは、ミオさん。ちょっとライザー借りますね。あんたたち何すんのよ、いきなり。お母さんはアンペルさんや錬金術のことを。噂話のせいでひどいこと言われたんでしょ。あの噂、村中に広がってるみたいなの。みんなのところでも。俺も親父にぶん殴られたよ。妙な流れ者と付き合って俺の顔を潰すな。だとさ、笑わせるぜ。潰れる顔があるほど真っ当な人間かよ。タオやクラウディアも何か言われたりしたの？僕の方は怪しい連中と付き合うようになったのは軽々しく地下書庫に入れたせいだったってさ。その場はごまかして逃げてきたけど、このままじゃ書庫に出入り禁止になるかも。私はお父さんからアンペルさんが湖に毒を流したって噂が船着き場で流れてるって。ひどい。お父さんはアンペルさんたちと付き合いがあるから信じてないけど、船を使う人は騒ぎ始めてるみたい。いきなり偶然こんなことになるわけがない。きっと何か理由じゃない。誰か、まさか。な、いくらあいつでもそこまでするわけ。とにかく僕らでもうちょっと調べてみよう。ねえ、どこに行くんだい？よーし。そうか、分かった。あとは私の方でも調べておこう。ああ、頼むぜアガーテ。あんたも守り手なら、ああいう怪しい奴らこそ取り締まってくれよな。アガーテ姉さん、島中で。分かってる。その様子だと色々聞いたみたいだな。私も調べてみたが、どうもあの噂意図的に広められたようだ。漁師をはじめ村中を念入りにな。意図的に？それってもしかして。そのくせやり口がすぐバレるほどにずさんなのは、まだまだあいつも子供ということか。あいつって？ああ、文字通りにあちこち駆け回って噂を広めていたのはランバーだ。じゃあやっぱりボスが。
待った待った、落ち着いてレント。落ち着け、ふざけるな。今度こそ、今度こそ本当に見損なったぞあの野郎。そりゃ僕だって、僕だって。みんな、もうただの喧嘩では済みそうにないが、ライザどうする？まずボスに会う。話はそれから。どこに行くの？よーし。モリッツさん、ボスはどこですか？誰だ、うちの庭で騒がしくしとるのは。お前ら悪道どもが揃って何の用だ。バレンツのお嬢さんもこんな連中と一緒にいるとよからぬ噂が流れますぞ。あんたらが噂を流すからな。何？えい、わけのわからんこと言いよって。あれ、お前たちもここでがなり立てる暇があったら流れ者にこの書面を届けてこい。これは村会への召喚状？村会って村の問題を話し合う集まりじゃ。そうとも、村の平穏を乱すよそ者の処分を決める。結果の通達にとどめず当人を呼んでやるのは私の慈悲だ。ふざけんな、何が慈悲だ。なんだ、このモリッツ・ブルネンに逆らうつもりか。待って、レント君、モリッツさんは何も知らないみたい。それに暴れたりしたら二人がもっと不利になるよ。そうだよ、ここは抑えて。悪道どもめ、とにかく召喚状は渡したぞ。流れ者はどこにいるかもわからんから困ったものだ。モリッツさん、まだ答えてもらってません。答え？何のことだ？ボスはどこにいるんです？さあな、私は知らん。ボス、言いたいことがあるんなら私たちの前で自分の口で言ってみなさいよ。総会にはちゃんと出てきなさいよ。ねえ、どこに行くんだい？よし、行くぞ。損壊ね。悪印象を与えたと思ってはいたが、吊るし上げを食らうほどだったとはな。召喚状とは随分と形式ばったことだ。それとも案外きっちりした性格の男なのか？権力を振りかざすのを楽しんでるだけさ。ごめん、二人とも、なんだか村全体で二人をいじめてるみたいになっちゃって。そうしょげるな。流れ者が立ち寄った場所で騒ぎの原因に仕立て上げられるのはよくあることだ。実際私たちも何度か経験している。ああ、本当に原因だったこともあるしな。ああ、そうなんだ。村会には本当に出るんですか？言いがかりだってことは明白なのに。もし逃げたらもっと立場が悪くなるんだから、出ないわけにはいかないだろう。でも公正な話し合いになんかなりっこないよ。そ
そんなところで村を追放なんて決められたら。今もここに隠れ住んでいるからそんなに変わりはしないが、まあ悪あがきはしてみるさ。門を発見し封印するまでは何としてもこの地にとどまる必要があるからな。そこまで門にこだわる理由って何だろう。この前はちゃんと教えてくれなかったけど。封印か、いつのことになるんだろう。まだ見つけてすらいないのに。私が村を離れるまでに見つけられるのかな。未来の話よりまず目先の損壊だな。頼むぞリア、くれぐれも安全第一にな。分かっている。余計な念押しだ。何の話？こっちの話でもないか。お前の作ってくれた保険の使い時が来たってことだ。Alright, and that's it. This will be the next one, and in the next one there is a boss fight which relies more on RNG than anything really. If you can survive the first round, you pretty much got it. But I'll show you guys what to do. Anyways, I hope you guys enjoyed it. If you did, please leave a like, and I hope to see you guys next time. Bye.